動いたのは地元の2人、2番の畠山博之が上がっていきます。さあここはまずは福島勢を抑えた2番畠山博之、一旦3番手に収まって1番の桃拓は5番手に引きました。第4コーナーは待っています。ホームストレッチから赤ワンを通過するところ、ここで1番の門馬拓馬動いて2番車の畠山博之も上がっていきます。畠山が前を切ろうとしましたが、ここが4番の大内が前に踏んで2コーナー、福島勢が行きます。インコースをついて畠山博之が上がって、ここは番手まで上がるのか。2番の畠山博之、今ジャンが鳴りました。3番手の内で粘った2番の畠山博之、外に6番の飛田豊が並走です。1番の門馬拓馬流しています。後ろは3番の鈴木則義、3番手も並走です。3番手は6番車の飛田豊が守るか、いやもう一度2番の畠山博之内から上がって、3番手はまた並走、4番車の今度は大内達也が外からまぐる体勢です。2号ながらバックストレッチ、4番車大内達也がまぐっています。4番の大内達也は現在2番手の横まで上がった、これを3番の鈴木則義がブロックします。2センターから第4コーナー、1番の門馬拓馬先頭で帰ってきました。門馬が先頭です。粘る1番の門馬拓馬が先頭だ、そのまま今逃げ切りました。現在5番手を追走しています。外から上がっていくのは6番の小林博之、3番石井正則、千葉コンビ6番3番。小林博之は自力は2月の末で先行というのがありましたが、さあ今日はどうしますか。ゆっくりと上がっていきます。ここは2番鈴木豪の横まで上がりました。小林博之、千葉勢が福島勢を抑えて今打掌周回です。鈴木豪は内から一旦前に出ました。5番の山口茂がちょっとここは6番車の小林博之に一旦割り込まれています。ここで今度は1番の篠崎隆が追い上げて、篠崎隆が2番の鈴木豪の後ろを狙う形で6番小林博之がジャンで引きました。2番車鈴木豪がかなりスローペースに落として一旦下がって、外から5番の山口茂が再び追い上げてまいりました。1番篠崎隆がそのまま番手は譲りませんか。今400を切ります。篠崎隆がそのまま番手を狙います。外に5番の山口茂と並走、先行は2番の鈴木豪です。今第2コーナーです。2番車鈴木豪が徐々にペースを上げていく体勢、その後ろ並走状態が続いている。1番車篠崎隆が5番の山口茂をさばきて第3コーナー、5番の山口茂はさばかれて交代、4番の関根明人が3番手です。第4コーナー回りました。2番の鈴木豪が先頭です。鈴木豪が先頭で粘ってそのまま逃げ切りました。そして5番車山口茂が差し返しました。そして動いたのは静岡勢、飯田健二がまずは上がりました。800を切って1コーナー、飯田健二がまずは1番の高谷俊文を抑えました。3番手を抑えてさらに車を進めていきます。飯田健二静岡勢、9番の川田忍は車を下げて、そしてジャンとともに仕掛けるのは1番の高谷俊文、飯田健二は突っ張るか合わせるのか、いや一体1番の高谷俊文、そして北日本勢がちょっと離れ気味、内から外から持ち上がって連結し直す北日本勢、1番8番6番、そして2番下飯田健二が4番手、ここで外から9番川田忍が仕掛ける。今第2コーナーに向かう川田忍がまくる、2コーナーからバックストレッチ、8番の中野が牽制するも得意の9番の川田忍のまくりがさあ決まるか。1番高谷俊文もまだかかっている、外から今度は3番の伊藤脇乃だ、伊藤明成が高スピードで上がってきた。1番の竹谷俊文を捉えて先頭は3番の伊藤明成、そして5番車の土屋仁志。戦う2人は先行1本、8番小林博也、マーク3番斉藤武人、そして6番北村正明、動いたのは北日本ライン、4番八嶋利正が上がっていきます。八嶋利正が静岡勢を抑え込みに上がって打掌周回1コーナー、8番小林博也は突っ張りますが
さあ、インコースから突っ張る構え。さあ、一旦2番の佐々木健二が遅れを取って、さあ、もう一度内から上がった静岡勢。6番の北村正明がちょっと離れました。ジャンが鳴っていくのは5番の今井聡、今度は関東勢が行きます。8番の小林宏の後ろは空いていましたが、すぐに行きました。5番車の今井聡、400を切る。5番、1番で7番の大佐の海出が遅れを取って5番手。逃げるのは5番の今井聡、後ろは1番、新井武久。そして、2車身離れて8番の小林宏は3番車の斉藤武人が今度は4番手から乗り換える。その後ろが7番の大佐の文で2センターから4コーナーに向かう。3番斉藤武人が外にグラムを持ち出すブロックを受けた。内に入った7番大佐の文で先頭は5番の今井聡だ。1番の新井武久が乗りました。1番6番そして7番手から動くのは8番の小林雄一郎千葉トリオ8番3番5番千葉勢が上がって今打賞周回1コーナー6番の牧田健也北日本勢下がって今度は7番佐伯翔太が外から勢いよく上がってまいりました外から駆け上がってきたのは7番車佐伯翔太8番の小林雄一郎一気に叩いて先頭今ジャンです4番八坂雄一がちょっと遅れを取っている2センターで一旦休んだ7番佐伯翔太を叩きに上がったのは今度は6番の牧田健也が勢いよく上がってきた北日本勢7番の佐伯翔太も踏み込むもここは6番の牧田健也が勢いがある今第2コーナー叩いた6番の牧田健也追走2番の山崎正幸7番車佐伯翔太は内に詰まったそして9番山口の3番手1番の河野純は4番手から5番手8番の小林雄一郎も外から追い上げてくるのがまだ3番手で止まった第4コーナー丸6番の牧田健が先頭で帰ってくる後ろの2番の山崎正幸がかわしていきます2番9番5番の小林慎太郎4番松永忠志この茨城コンビが動きました先に動いたのは茨城勢5番4番今打賞周回に入りました茨城勢が上がってここは6番矢口大輝を抑えて前に出て第2コーナー2番の佐々木龍も上がっていきます2番8番地元コンビが今度は茨城勢を抑えに上がっていきましたさらに今度はジャンで1番の末一浩二が行きました関東勢が行きます2番の佐々木龍がここは突っ張るのか2番車の佐々木龍が踏み込むここは1番7番の関東勢は出させて3番手にとなるのかいや番手に飛びつこうとしています外が今度は6番車ここは矢口大が飛んできた矢口大が飛ぶもここは合わせる1番の末一浩二2コーナーからバックストレッチ合わせ切った1番の末一浩二番手は7番の岸澤健太そして今度は4番のここは松永忠志が3番手で追い上げるその後ろもつり気味5番車のここは小林慎太が3番手外に3番の大木雅也先頭は1番の末一浩二が先頭だ末一浩二が粘って今は7番車埼玉勢が2人で上がります3周回目の第4コーナー6番和田義嗣と3番久木原宏6番3番埼玉コンビが上がりました前段抑えて打賞周回関東ラインを引いて1番の本田哲也が今度は上がっていきます難関勢が2コーナーで前に出て6番和田義嗣はここは4番手まで引きますジャンが今なりました2番車古谷隆明がここは現在6番手の位置2センターから第4コーナー波を作りながら難関勢が先行体制アウトコースから早めに行ったのは2番の古谷隆明です難関勢を叩きに上がってくる今 400m を切りましたこれを5番の加瀬拓也がブロックした2番の古谷隆明ですまだ踏み込む我慢しているが5番の加瀬拓也がもう一度ブロックした2コーナーからバックストレッチ我慢しながら2番の古谷隆明3人踏み込んでいく1番の本田哲也も踏ん張る外に2番の古谷隆明この両者踏み合いながら4コーナー待った1番の本田哲也がつまら先頭だそして中をついて5番の勝瀬拓也が登る勝瀬拓也が先頭でこれにそして外に4番正規高池トークライン動きました坂本隆が上がっていきます3周回目の2センターです坂本隆がまず上がって6番の菅原ダイヤを抑えました
4番手は並走状態。マイク体制は5番下、田中春樹。打賞周回に入りました。菅原ダイヤも引かず、4番手は並走。蓋をする9番、坂本隆。打賞周回の第2コーナー。3人と奥勢が前に行きます。5番の田中春樹はどう出るのか。向こう正面、田中春樹は引きました。さあこの瞬間飛び出していく6番車の菅原ダイヤ、地元トリオが行く、9番の坂本隆も合わせていきます。坂本隆が合わせる、突っ張る。さあこの両者踏み合いとなった。ここは強引に菅原ダイヤ叩いていこうとしますが、ここは坂本隆も突っ張ります。今1コーナーから第2コーナーに向かっていく。この両者踏み合いが続いている。9番坂本隆、外に6番菅原ダイヤ、後方から今度は1番の島津拓也が番手から出て、3人外から来たのは5番の田中歩き。田中歩きがまぐり切った。追走3番の萩原隆之、そして4番の江津和弘で4コーナー回りました。5番の田中春漁船とも萩原隆之が追い込んでゴールイン。準決勝は位置取りはうまくいったんですが、まっくりが一息でした。3番天海一樹。さあ千葉勢が動きました。3周回目の2センター、8番藤田大輔が上がって、現在3番手あたりにいます。8番車藤田大輔、赤番を通過するところで千葉勢さらに車を上げました。7番の堀内俊介、地元勢は下げて、8番6番4番千葉勢が行って、3番車天海一樹がその後ろ4番手、7番の堀内俊介4番手で止まって、外は並走となって3番天海一樹、続いて1番佐々木雄一に5番車竹内智彦、ジャガなっています。2センター堀内俊介内に包まれていますが、8番の藤田大輔流しているところを3番の天海一樹が一気に仕掛けました。その天海一樹を追いかけていくのは東北の2人、1番5番3番1番5番で出て、7番堀内俊介7番手で反撃態勢ですが、現在まだ7番手から6番手、2コーナーからバックストレッチ、天海一樹が先頭、200を切る3コーナー、1番佐々木雄一2番手です。7番の堀内俊介まだ後方だ、ブロックを受けている。8番の藤田大輔4番手、先頭は3番の天海一樹が抜き去っていく。1番の佐々木雄一先頭で五輪、1番5番さあ後ろを警戒しています。打賞周回に入って、さあここは5番の加藤健一、東北勢を抑えに上がっていく。打賞周回の1コーナー早くも動きがあって、7番の太田正則はここは地元の2社を出させて3番手、前に行った5番の加藤健一、これで2番の磯田明がジャンで追い上げていく。ジャンが鳴っています。2センター、2番の磯田明が3番手まで上がって追い上げる。ここで仕掛けた7番の太田正則、うまく乗ったのは2番の磯田明、しかし5番の加藤健一も全力でもがく。405メートルを切っての1コーナー、加藤健一が抵抗する。外に7番の太田正則、1番の柴田剛一郎、現在4番手から3番手に決めた。2コーナーからバックストレッチ、ここは5番の加藤健一力尽きる。番手から出る2番の石田明、そして1番の柴田剛一郎、外から3番の佐藤正彦が行った。4コーナー丸磯田明をかわしていく。3番の佐藤正彦が先頭だ、追いかける1番の柴田剛一郎、先頭は3番の佐藤正彦。8番車の染谷幸喜動きました。さあ難関勢が上がっていく。3番坂井陽もこの難関勢を見ながら今打賞周回、染谷幸喜、坂井陽を強引に抑えていくが、3番坂井陽後ろから一旦下がった、空いた2番手に一旦入った坂井陽、5番の渡辺裕太がちょっと番手を明け渡してしまった。向こう正面ジャンが鳴った。8番の染谷幸喜一旦流す、番手にはまった3番の坂井陽、もう一度5番の渡辺裕太が外から追い上げるも、番手から3番車坂井陽が強引に出ていく。そして5番の渡辺裕太が外に浮かされた。1番の内藤秀さん2番手にうまく切り替えました。そしてここは2番の吉田拓也、現在4番手のうち、今度は7番の大槻宏典が外からまくっていく。200億いっての3コーナーだ。7番車大槻宏典のまくりだ、後続を引き離していきます。追いかける1番の内藤秀さんも後続を引き離した。7番の大槻宏典が先頭ゴール。